佐藤渡るとは、日本の政治家。第5代神奈川県座間市長。元座間市議会議員。東京都目黒区出身。父親は、CG アートの草分け的存在である、美術家の雪村正男。1972年、立川市砂川町に移住。1982年3月、立川市立大山小学校卒業。同年夏、千葉県鴨川市に移住。 鴨川市立江美中学校卒業。1988年3月、千葉県立長佐高等学校卒業。1989年4月、法政大学二部文学部日本文学科に入学。相模原市五園で一人暮らしをし、法政大学の二部に通いながら、出版社で働く。相模大野駅周辺の清掃活動などをする。 ボランティア団体の活動を通じて、建設会社社長の佐藤博明と知り合う。1990年、佐藤博明と結婚するため、神奈川県座間市に転入。長男の出産を機に大学を中退。1998年、座間市小松原に火力発電所建設計画が持ち上がる。佐藤は、夫や地域住民と共に、 ザマ火力発電所建設反対の会を立ち上げ、1万人以上の署名を集めた陳情書を市議会に提出。陳情は否決されるが、住民らの運動は実り、計画撤回に追い込んだ。2000年、夫がザマ市議会議員に転じる。広明は2期目の選挙に向けて準備していた時に、大腸がんが発覚し、出馬を断念。佐藤渡るとは、 後継として2004年の主義戦に立候補し初当選した。同年、自由民主党に入党。2006年に広明は44歳で高い。4人の子供を育てながら、2016年に4選を果たす。2020年7月7日付で自民党座間市連合支部から2年間の党員資格停止処分を受ける。7月27日、地元紙の取材に応じ。 任期満了に伴うザマ市長選挙に立候補する意向を明らかにした。続いて7月31日には現職の遠藤みき夫っとが4選出馬を明らかにした。8月1日、佐藤は正式に出馬表明した。遠藤と佐藤はザマ綾瀬医師会とザマ市医師会に推薦依頼を出した。これに対し両医師会は対応を決める参考とするため、 新型コロナウイルス対策に関する質問状を出し、回答を求めた。佐藤の回答の方が、医師会との連携に前向きであったため、医師会は自主投票を決定した。同年9月20日に行われた市長選に、市長報酬の20%削減と、新型コロナウイルス対策の強化、地域経済の活性化策などを訴え、立候補。甘利明衆議院議員。 芥川カオル県議、自民党座間市連合支部の支援と連合神奈川の推薦を受けて組織戦を展開した現職の遠藤、三木夫を破り、初当選を果たした。10月1日、市長に就任。当日有権者数、109,085人、最終投票率 45.、45.00%。ありがとうございます。